10秒前です。チーム増えました。マイク開きます。はい、ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ協会レベルをお届けしております。今日はあの聖書全般についてですね、あのお話をしておりますが、今日は、ゲストに城間渉君をお迎えしてお話をしております。席替えもしましてですね、気分を、新たにしてお話をしておりますけども、城間君の方から今日はもう聖書のイメージの話をしたいということでしたので、マイクの方もう一回譲りますので、どうぞ。ありがとうございます。すいません、さっきのお話なんですけど、この聖書のイメージどうですかってさっき聞いたんですけど、はい、このもう漢字から書いてある通りに、はい、この清い書って書いてあるじゃないですか、はい、聖書。でもこの聖書のイメージはいろいろあると思うんですけど、まあなんか清いんだろうなとか、まあ、いいイメージもあったり、うん、そうですね、はい、はい、と思うんですけど、はい、聖書に出てくる人たちのイメージとかって何かありますか、はい、まだあんまりわからないですか。ああ、でもこうやっぱり荒垣さんのお話を聞いていくうちに、やっぱ最初自分も聖書はやっぱ神様の本、神様についていろいろ書かれている本っていうのは分かっていたんですけど、やっぱりそういう本なので、うん、とってももういいことばっかり書いてあると思ってたんですよ、なんか、うん、あ、教えとか、うん、だけど意外とお話を聞いて噛み砕かれた説明を聞くと、結構あのすごいドロドロしたこともいや、そうなんですよ、たくさん書かれてて、私はそれにすごくびっくりしました。そう、いや、そうなんですよ。このさっきもちょっと荒垣さんとご飯食べながら話しててあの何かって言ったら、例えば、はい、日本の歴史でも、うん、どこの歴史でもそうなんですけど、はい、この政権が変わるじゃないですか、クーデターあったり、はいはいはい、うん、戦争があったりして、そしたらこの前の歴史はほとんどこの新しい政権のいい方に全部変えるんですよね、うん、要は自分たちの悪いところは全部隠すのが、まあそれが当たり前なんですけど、はい、さっき言ったようにこの聖書はこの神様が選んだって人がもうたくさんいるんですけど、うん、その人たちがもういろんなことやっちゃうんですよ、うん、なんか神様の言うこと聞かないとか、はい、それだけじゃなくて人殺したっていう人もいますからね、うん、だからでさっき言ってたようにこのカトリックの話じゃないですけど、うん、カトリックもこのお金儲けに走ったって言ってて、で僕自身もそうなんですけど、さっきあの荒垣さんが聖書をこのマーカー引きながらあの読んでたっていう話聞いてて、いやすごいなと思ったんですけど、なんでかって言ったら僕は最初読んでた時正直あんまりなんか読む気しないじゃないですか。まあこれだけもう分厚い本ですからね。そうですよね、多分本屋の人にこれ売れって言われたら怒られると思うんですよ今本屋行ったらすごいじゃないですか、表紙もとってもカラフルで人の顔載ってたりするじゃないですか、はい、これ見てください、このなんかもう読んでほしくなさそうでしょあれもなんか辞典みたいな、うん、はい、そうですね、感じが。辞典読む人ちょっと電車とかモノレールで見てたら近寄りたくないでしょ、なんかちょっと、はい、近寄りがたいかなとは。いやだからこの本屋の人が売ったらもっとなんか変な他の売り方もあると思うんですけど、それがまあカトリックがもしかしたらやった、うん、このこれを売ったり、はい、このお金儲けに走ったと思ったと思うんですけど、うん、僕もこれ最初読むときっていうか最初全然読んでなくて、最初読み始めたきっかけがこの高校の時、もう授業が分からなさすぎて暇すぎてもう何もやることないから勉強してるふりしようと思って、この聖書をなんていうの、写本してたんですよ。あ、写してた。いやこれは別にこの聖書が好きだからとかじゃなくて、その時は携帯も持ってなかったですから、あの暇すぎて、もう言い方あれですけどちょっと退屈つぶし、退屈つぶし で, でそれをたまたま最近家の掃除してたら出てきて、いろいろこの書いてるんですけど、うわなんかやる気なさそうな字だなと自分で思ってて、でそうなんですよ、この聖書は清い書って書いてあるんですけど、この出てくる人たちはこの結構、まあ、ドロドロしてることが多いんですよ。そうなんですよね。でこれを、まあ、クリスチャンの人もクリスチャンじゃない人も、じゃあなんでこんな全部さらけ出して、わざわざ例えば誰かが人殺したとか、誰かが何やったとか、これその人しか知らないところもあるんですよ、誰にも見られてないところ、それを神様が見てて、この他の預言者っていうんですけど、他の人に教えて、お前こんなことしてるでしょって言って、あ、ごめんなさい神様っていう、そういうシーンもたくさん出てくるんですよね。だからそれを
なんかなんでこんな悪いことまで、さっき言ったようにいいことだけ書けばいいじゃないですか、うん、そうですね、そうですよね。だから、うん、なんかまあキリスト教は天国と地獄があるって書いてるんですけど、うん、天国のことだけ書けばいいじゃないですか、なんかいい気持ちしません？あー、はい、なのになんで地獄のことまで書いて、でこの神様が自分で選んだ人の失敗までなんで書いてあるんだろうと、うんうん、このイエス・キリストも自分でこの十二弟子ってよく出てくるじゃないですか、はい、あのあれでも最後の晩餐とか有名ですけど、はい、イエス・キリストはこの自分で選んだ十二弟子のうちの一人に裏切られて、うん、後の十一人はみんなもうイエス・キリストが十字架かかるっていう時にみんな逃げていくんですよ、うん、で一人は誰かにお前イエス・キリストの弟子だったんじゃないって言われてペテロって言うんですけど、はい、いや私そんな人知らないよってで3回否認して、もうそんな、まあ、そんなイエス・キリストがあの選んだ人がそんなことするんですよ、うん、自分を裏切るっていうそこも全部細かく書いてるんですよね、うん、だからそこをこのなんでかなとちょっと疑問に思ってほしくて、うん、だからそれでなんでこんなことまで書いて、うん、確かにそうですよね、うん、だから最近その聖書の話で有名だったんですけど、あのメル・ギプソンってわかりますか、うん、映画スター、映画スター、ムービースター、はい、ムービースターでメル・ギプソンって多分結構知ってる人もいると思うんですけど、結構有名な人 で、はい、でこの人がまあ、いろいろあったんですけどクリスチャンになって、最近あのこのイエス・キリストの十字架のシーンの映画を作ったんですよ、うん、で作る時にもう自分のお金でやらないといけなくて、なんでかって言ったらこれがあの18禁の映画になっちゃったんですよ、18歳以下は見たらダメですよって、なん、はいはい、でかって言ったらこのむごすぎて、十字架って人を殺すシーンじゃないですか、うん、だからそこを、まあ、死刑執行と言いますかね、そうなんですよ、だからそんなの作って、まあ、もちろんお金儲けのためにもやるわけですから、うん、誰もお金出してくれないわけですよ、うん、それでメルキソンが自分のお金出してでやることになって、だから普通に考えたらいいところだけやればいいじゃないですか、うん、イエスキリストがこんな奇跡を起こしたとか、うん、いいことしたっていうところだけ、まあ、見せたらいいんだろうなと僕も思っちゃうんですけど、はい、でそこはこのイエス・キリストの十字架でこのこれ死んだ誰のためかって言ったら、いやあなたのためですよってことを伝えるために、この見ている一人一人のためにイエス・キリストが自分の命を捧げたんですよっていうことを伝えたいってことで、でわざわざもうそれに忠実にするためにこの18禁になってもこのムービーをこの映画を作ったんですよ、パッションっていう映画なんですけど、でそれがそんなむごいシーンもありながらこの18禁の18禁って言ったらちょっとあれですけどこの R 指定って言うんですよ、はい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 、R 指定がついてる映画で、はい、この歴史上で一番の売り上げのになって、もちろん日本でもやってたんですけど、はい、だからそれそういうなんて言うんですかね、普通じゃ考えられないこともたまに起きるんですよ、うん、はい、このいいところだけ見せればいいんじゃなくてそういうむごいところももちろん見せて、うん、実際どうなったかって言ったらそういうちゃんとなったっていうこの商業的にも、うん、はい、あっていうのがあるんですけど、はい、で今日ちょっと見てほしいのが、はい、マタイの福音書ってあるんですけど、はい、でこれが聖書は旧約聖書と新約聖書2つあって、この旧約聖書が前の方で新約聖書が後ろの方なんですけど、うん、はい、でその新約聖書の、一番最初もう1ページ目です、ね、1ページ1ページ目ですね、ちょっと今小春さんに探してもらいますこのマタイの福音書っていうんですけど、ちょっと貸してもらいますかすいません、こんなのでこんな太いんですよこんな太いんですけど、でこれこのマタイの福音書これです、ありがとうございます、はい、このリスナーの皆さんもこの聖書でちょっと後で見てほしいんですけど、これこのページ見てこのどう思いますか、すごくもうカタカナがですよね、多いし家系図のことなんですよね、書いてあるのは でこの、まあ、読めないカタカナがたくさんあると思うんですけど、この系図って書いてあるんですよ、家系図なんですけど、はいはい、家系図って荒垣さん何のためにあるかって言ったら、例えば小春さんが自分の家系図見たいっていう、って思うときにはどういう思いがあるかって言ったら、まあいろんな思いがあると思うんですけど、一つはまあ自分がこの家族にいるんだと、要はこのまあ偶然じゃないんだって、
要はポンと出てきたわけじゃないんだっていうことを、まあ、確認したいために、うん、僕はこういう感じでこういう歴史で生まれてきたんだなと、はい、いうことを確認したいっていうのがあると思うんですけど、うん、でここに書いてあるのが、一章の一節読んでもらえますか。一番最初一節もアブラハムの子からですか。そうです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。そうなんですよ、はい、このイエス・キリストがどういう系図によって生まれてきたかっていうことを書いてて、はい、でも僕最初見た時これ本当に何ですかね、不思議だったんですけど、うん、これ読む気なくすじゃないですか、うん、まあこれそうですよね、誰が誰を産み、そして兄弟ができっていうこの系図を、はい、いやそうですよね、だから僕も全然そうだったんですけど、うん、でもこの聖書を他のところも読みながらでここも読むと本当に面白くて、この1ページだけでも、うん、これなんでかって言ったら、はい、これまあ大体2000年前に書かれたものじゃないですか、はい、その2000年前のそのユダヤっていうのは女性と男性が本当にもうなんで差別ではないんですけど、まあ、本当に簡単に言ったら差別みたいな感じで、はい、この分けられてて、他の聖書の箇所でも女性は数として数えられないんですよ。ああそうなんですね、うんうん、日本でも昔はそうだったと思うんですけど、そうですね、つい70数年前までは参政権がないんですよね、投票に行けないんですよね女性はね、うん、でましては人口の数に入らないという時代もあるわけですよね、まあ、聖書の中でもたくさん、男だけで何名とか成人男子で何名とかっていうのが聖書の中でほとんどですね、女性は数としてカウントされるということはほとんどないですよね、うん、いやそうなんですよ、うん、ですけどこの新約聖書っていうこの聖書のもう2大チャプターっていうか章の一番最初にこの系図があって、で読んだら分かるんですけど、まあ、一章のさっきの一節でもアブラハムとダビデ、イエス・キリストと3名出てくるんですけど、3名とも男なんですよ、うん、ですけどこの 2節からまあずっとわーっていくんですけど、うん、その中に面白くて、このイエス・キリストのお母さんがマリアっていうのは聞いたことあるじゃないですか、はい、その他にあと4人出てくるんですよ、この女性が、はい、まあ、全部カタカナなんで女性か、まあ、男性かわからないと、でも妻とか言葉が出てきてます、ね、あそうですそうです、はい、そうです。でそこ何節ですか。これまず一番最初に出てくるのが、はい、あのさっきの妻って、そう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 、はい、そこ読んでもらえますか。6節だと思うんですけど、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みという、はい、これちょっと読んでておかしいなと思いません。ダビデは、はい、確かにダビデがウリアの妻、はい、うん、まあ、早い話が人の奥さんということですよね、はい、ああなるほど、うん、そう、だからそういうとこも、まあ、僕も最初思ったんですけど、書かんくていいじゃないです か, 確かに、なんでこんなわざわざ昼ドラみたいなことを書くのかなと思うんですけど、でなぜかここに書いてるんですよ、うん、で他にも書いてるところがあって、まあ、簡単に言うと、タマルっていう人がいて、うん、はい、3節ですね、3節、はい、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産みって書いてますね、はい、このでタマルっていう方は女性なんですね、うん、でどういう女性かということを言いたいんですよね。そうですね、まあこの、まあ、簡単にバーって言うんですけど、このタマルっていう女性は、まあこの結婚して、うん、でも旦那さんが死んじゃうんですよ、はい、でどうするかって言ったら、その義理の父とこの、はい、もう子供を産まないといけないから、でもこの義理の父がこの旦那さんを与えてくれないから、はい、義理の父にの前にこの自分がこの遊女のふりして、はい、娼婦のふりして要は行って、この旦那さんと子孫残すっていう、あこの義理の父とっていう人がたまるなんですよ。すごい、わざわざここも書いてるんですよ。もともとはあの長男嫁なんですね、はい、ユダっていうお父さんの息子がエルっていうんですけどね、うん、このエルの嫁さんだったんですね、タマルは、うん、でもエルが亡くなる、うん、そして当時の風習として次男が今度は、嫁にもらうわけですね、うんうん、で彼も実は死ぬんですよ、うん、でもう一人三男がいるんだけど、はい、幼いんですぐに結婚することできないということになるわけですよね。でこれが成人したら認めようというんですけども、この女と結婚させたらなんか
また三男も死ぬんじゃないかなという思いもあって、なかなか結婚のゴーサインが出ないんで、このタマルは私のじゃあ身分はどうなるのっていう雰囲気になった時に、今言った知恵を使って友情のふりをして、義父義理のお父さんのところに近づいていって、義理のお父さんとの間に次のペレツとゼラフっていう、これ双子なんですね。で双子が生まれるんですね。でイエス・キリストの系図の中にはそういうつながりの祖先がいるということなんですね。これ書かんでもいいですよね。そうですね、すごい包み隠さず、はい、そうでさっきの今のもたまるもですけど、うん、でさっきの6節のこのダビネにウリアの妻によって、うんうん、でこれちょっと説明するとどういうことかって言ったら、うん、このダビデが王様なんですよ。で屋上で散歩してたらこの上からこの女の人がシャワー浴びてるの、水浴びしてるの見えて、もう綺麗だな誰だってなったら、ウリアの妻らしいですよって言って、でこのダビデがどうしたかって言ったら、このダビデっていうのは神様がもうダビデはもう私の友だって言うぐらい、ダビデが死んでからもいやこのお前はダビデの息子だから、ダビデのゆえに我が友ダビデのゆえにお前を今裁かないって、こんだけ悪いことしても今お前をこの裁かないって言うぐらい神様がもうダビデ大好き でダビデもずっと神様に頼って頼って、うん、そういう人生だったんですよ、うん、でその人生の中で何があったかって言ったら、その見てウリアの妻見てどうしたか、戦争が起きてたんですね、うん、で部下に何て言ったかって言ったら、いやウリアを最前線に行かせろと、うん、なんでかって言ったらこのウリアの妻と、まあ、不倫しちゃうんですよ、はいはいはい、不倫してで子供ができましたって、うん、でダビデがやばいと、うん、これやばいなって言って、うん、そしたらこのウリアが戦場から帰ってくるんですよ、はい、でダビデがこのウリアの妻とウリアを、まあ、寝かしてベッドインさせて、はい、まあ、自分の子供ではないというふうに取り繕おうとするわけですよね。取り繕おうと、はいはいはい、そこも聖書に書いてあるんですよ、はい、こうしたと。そしたらこのウリアっていう人が本当にかっこいい人で、コアルさん多分その場で見たら惚れてますよいやどういうことかって言ったら、そうですよね、戦争してますよね、うん、仲間が戦争してるのに僕は、部屋で寝ることできないっていうことで、うん、門の前で、寝るわけですよね。兵士たちと一緒に兵士、あ、うん、野宿するっていうのかな、はい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 、仲間がみんな戦争してるのに僕だけ妻と寝ることはできませんって言って、うん、それかっこいいですよね、はい、そしたらダビデがどうしたかって言ったら、うん、この自分の部下に行って隊長に行って、いやこのウリアを最前線に行かせろと、うん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 、そして最前線で、まあ、どういうことかって言ったら殺せってことなんですよ。あ、最前線に行かして命令したのは他は全部引きなさい、ウリアだけ残しなさいということを命令するわけですよね。そしたら敵に囲まれても、うん、結局は、戦死するのは目に見えてますよね、はい、まあ、そういうことをダビデ王がやっちゃうんですよね。あ、はい、あ、これ荒垣さんが、前に話しましたよね、はい、していただいたこと、はい、まあ、思い出したと思うんですけども、はいはいはい、まあ、そういう出来事が聖書の中には書き記されている。しかもこの中でダビデも王だし、でウリアの妻、バテシバシャバって言うんですけど、彼女との間に生まれる、息子もまたソロモンという王様になるんですね、はいはい、そういうふうに、聖書は、書き記されております、たくさん話したいことがあるみたいですけど、す、ね、CM 行きましょうね、はい、またね、はい、曲どうします、はい、さっきの2番目のやつ適当なところでフェードアウトして、わかりました、こっちも耳ながら走ってね、だいたい55分ぐらい、わかりました、なんか不思議でしょ、不思議ですね、なんか多分今の世の中よりこっちの方がなんかドロドロしてませんか、いやもちろんその時はなんか昔もそうだと思うんですけど、戦国時代はもうすぐ殺し殺される、あ、まあそうですよね、あると思うんですけど、だって例えば自分の何ですか、人生の歴史家系って言った時に絶対隠したいことあるじゃないですか、まあ多分はい、そうですね、絶対もう僕隠したいことだらけですよいや本当に絶対そうですよ、だけどだからそれが僕ちょっと不思議だったんですよ、一番最初読んだ時、なんでこんな、確かに包み隠さないですよね、本当にもうあれがまま、いやそうなんですよ、面白いのがこの聖書は包み隠してないんですけど、うん、クリスチャンは包み隠すんですよ、
いなくなります、うん、でそれでこのイエス・キリストが来た時に怒ったんですよ、うん、この偽善者よって、あこの外は全部繕って、うん、でも中はお前たちお前なんかはちゃめちゃだって言って、うん、なるほど、今もそれはあると思うんですよ、うん、一回教会行ったら、まあ、教会は本当になんか、まあ、いいとこだと思うんですけど、はい、やっぱりいろんな人いるし僕もそうですけど、たまにやっぱりこの自分をいい風に見せたいのもありますし、わかります、うん、いいところだけ見てほしいんですよ、特に女性の前とかだったらすっごく格好つけてね、ちょっとわかるでしょ、そういう人いるでしょ、はいはい、いますね、僕もそういう時あるんですよなのに聖書はこの隠してないけど、うん、それなんでかなと、うん、確かに大塚さん、マッドマックスの映画の人だったのかな、当たってますね、あのメル・ギブソンのすごいですね、この映画あのいろいろ今調べて出てきてるんですけど、ファッションファッション、結構やっぱりあの、うん、なんていうのかな、過激です、描写が結構、はい、あの、あれわかります、ハクソーリッチって映画わかります、あ、まあ、戦争のですか、そう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 、はいはいはい、わかりますよ、それもこのクリスチャンの人が主役で出てるんですけど、そうなんですね、いいか見てみてください、あの沖縄話なんですよ、あ、あの前田コーチね、ここの、はい、まあ、そういう警察署があるでしょ、はいはいはい、あれの後ろの山ね、あの白装の位置って、俺はそういう定石、だからそこ、その映画を作ったのもあのレベルソルソン、あーそうなんです、うんうん、沖縄とも関係深いな、いやでもレベルソンもあの絶対見たことありますよ、はい、でもこいつ、この人もこいつって言ったらこの人も多分あれですよね、DV かなんかで捕まってるんですよ、何でしたっけ、メブ、メル・ギブソン、メル・ギブソン、そろそろじゃあ CM 行きましょうね、はい、あっという間に、残暑厳しいのに大塚さんはもう家の片付けから何から大変だねちょっと早送り近いような雰囲気だよね、写真見るとねあれ片付けるって大変だね、まあ、住めるようになればいいね、しかしまたあんな遠い東住んでよく見つけるね、もうまあいろいろ人とつながってすごいですよね、うん、東さんですから、10秒前です、マイクもあげます、はい、ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております、それでは続きをまた白間君に、はい、どこまで話しましたかねこのあれですか、あのあ家系図、このウリアですよね、はい、はい、そうで、ウリアのどこまで行きましたっけ、あのあれウリアの妻、戦場に送って、戦場に送ってで殺すっていう、というですよね、はい、でそこでどうなったかって言ったら、でダビデはあそうかって言って王様なんですけど、もうだから策略が成功したわけじゃないですか、全部権力用いて、まあ、今の、まあ、そういうことも、まあ、物語すればあの完全犯罪が成立したという形になるわけですよね、はいはい、だけど神様は見てたんですね、そうなんですね、そして神様は預言者にこのことを告げるんですね、うん、で預言者がダビデのところに行くんですね、うん、そういう話を持ちかけるわけじゃない、どう思いますか、こんな話があるんですよって言ったら、けしからんやつだなってダビデ言ったわけですよね、どういう話でしたっけそれは、預言者がだからダビデのところに行くときに、はい、こういうふうにして、もうこれを例えて言うわけですよね、ダビデのことを例えてその本人に言ったってことですよね、そしてダビデはこんなけしからんやつがいるのかっていうふうに言ったら、それはお前だってなるわけですよね、そうですね、ダーンってくるちょっとそこをパッと読んでみますか、はいはいはい、でこの預言者を通して、うんうん、第2サムエル記の12章というところなんですけど、うん、
ちょっと読んでみますね。はい、お願いします。この主がナタンを、ナタンをって言ったらこの預言者ですね、ダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に2人の人がいました。1人は飛んでいる人、1人は貧しい人でした。飛んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で飼ってきて育てた1頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人の娘の子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデは、この王様ですね、その男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。主っていうのは神様のことですね、うん、そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタン、預言者はダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。もうここは何言ってるかって言ったら、このあなたにここまでやったのに、お前何しとるんだと。いうことなんですよ。飛んでるっていうのはあの儲かってる人っていう意味ですね、はい、で貧しい人からさらに奪い取ったということですね。それをあの羊に例えて、はい、あの預言者は話したわけですよね。まあこういうこともあるんですね。はい、だから隠し事しても、バレちゃうっていうのはそこにあるんですね。よくね、子供のところからね、天の神様は見てるんだよということを言いますけど、実際に聖書にはその通りに書かれてるということですね。だから隠し事は、ない方がいい。まあなかなかそれができないのが人間だというふうに思いますが、はいはい、まあ、そういったところは聖書に見抜かれますよということをですね、今日は教えていただきました。はい、本当はね、時間があればもっとたくさんの話をね展開したかったと思うんですけども、はい、まあ、これだけでも分かっていただければ、はい、よかったかなと思いますね。はい、聞いてくださった皆さんありがとうございます。皆さんの上に、祝福がありますようにお祈りいたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。また来週。最後で御言葉読んでくれてありがとう。相手のもね、締まりがないから、ね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。Yeah.